ルネスホールは、岡山県岡山市北区内山下にあるホール。ルネスホールは、岡山市の中心部、岡山城にほど近い城下筋にある、公共ホール。正式名称は、岡山県岡山旧日銀ホールである。日本銀行岡山支店が、旧岡山赤十字病院の跡地に1987年に移転し、その後使用されていなかった。 旧支店を岡山県が譲り受け改修したものである。大正期の歴史的建造物であった建物を改修するにあたり、本館が耐震補強され、ホワイエ、事務室、ラウンジ等を増築、外米を撤去し、庭園を整備、北側に玄関の新設などが行われた。そして、2005年9月に文化、芸術の創造拠点ホールとして再生され、現在運営は、 NPO 法人バンクオブアーツ岡山が行っている。1922年、旧岡山医科大学、現在は帰宅仕方の町にある岡山大学医学部の跡地に日本銀行15番目の支店として建設された。鉄筋コンクリート一部レンガ造りの建物は、長野右平地設計、藤木公務店主校による古典様式の銀行建築で2005年に、 登録有形文化財に登録されている。外観は、キリシア建築衣装の旧正面入り口に、コリント様式の柱頭飾りが施された4本のエンタシス柱があり、壁は、三影石が使用されている。内装は、漆喰石上げの天井、階段や回廊の手すりのデザインなどにも高度な思考技術が取り入れられている。ありがとうございます。